ここはどこじゃ？わしはなぜこんなところにおるんじゃ？おかしいの。ちっとも思い出せんぞ。なんじゃと？まさか彼女は？やはり我が愛読書ピチピチバニーのバーニーちゃんに瓜二つではないか。何が何やらわからんが、あのバニーちゃんならここがどこかもお耳に挟んでいるやもしれぬな。よし、そうと決まれば突撃あるのみじゃ。おい、バニーちゃん、すぐに行くから待っていてくれ。何が起こったんじゃ？待ってって、そんな、いや、しかし見まごうはずもない。ここはありし日のユグノワ城。似合ってるじゃない、おうさま。この姿はわしがユグノワにいた頃の。わけがわからんぞい、バニーちゃんよ。そなたは何か知っておるのか？私についていらっしゃい。Thank you.
ごきげんよう、お父様。お前たちは若き日のエレノアとアーウィン、なぜここに？エレノア王女殿下の護衛隊長アーウィン、恐れ多くも王女殿下と連れ立ち老様の御前に参じました。本日こうして参りましたのは老様に大切なお話があってのこと。なんじゃ話とは。申してみるがよい。実は、実はこの私と王女殿下の婚約をお認めいただきたいのです。アーウィン、一介の兵士に過ぎぬ私には不相応な願い、それは承知しております。しかし不祥ながらこのアーウィン、王女殿下のため鍛え上げたこの剣、そして揺るぎなきこの思いの強さは世に並び立つものなしと自負しております。ですから老様、今後は護衛隊長ではなく夫として生涯王女殿下を守り抜くことをお許しいただけないでしょうか。断る理由などありゃせんわい。わしは知っておるぞ。お主はエレノアの伴侶になる男じゃ。お父様。アーウィンよ、我が娘をよろしく頼んだぞ。はい、ありがとうございます老様、ありがとうございます。おー、なんとおめでたい。おめでとうございます。いやー、なんと素晴らしい。アーウィン様。のバニーちゃん、今までどこに行っておったんじゃ。そしてこの場所は一体。懐かしかったでしょ。次も楽しんでいってね。なんと、
ーウィン様、ロー様、お生まれになりました。そうか。アーウィン様、ロー様、おめでとうございます。本当に可愛い玉のような男の子で。あなた、よくやったな。おーおー、このように元気に泣いて。早速だが、この子に名前をつけないといけないな。トンヌラというのはどうだろうか。あ、素敵な名前。勇ましくて賢そうで。でもね、私も考えていたのです。こういうのはどうかしら。どうもパッとしない名だな。しかし君が気に入っているならその名前にしよう。命の胎児より授かった我らの息子よ、今日からお前の名はユイクシン。まあ、お父様ったら。さあ、お父様も抱いてやってください。よしよしよし、わしはお前さんのおじいちゃんじゃよ。よしよしよし、ベルベルベル、ベル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 、ベル。なんということじゃ。お楽しみいただけたかしら。バニーちゃん、どういうことなのじゃ。場所といい、出来事といい、ここはまるで本物の。なんじゃこれは。おじいちゃん、お誕生日おめでとう。おお、なんと、お前はもしや孫の。
お父様驚いた。おじいちゃんをびっくりさせるためにみんな内緒で準備してたんだよ。おめでとうございます、ロー様。ダーハルーネのパティシエを招いて作った特製ケーキは気に入っていただけましたかな。お父様おめでとう。これからもうんと長生きしてこの子の成長を見守ってあげてくださいね。アーウィン、エレノア。ロー様おめでとうございます。今日この国がこうして平和なのはあなた様のたゆまぬ努力のおかげです。その努力を無駄にすることのなきようこの国はアーウィン様と共に我らがお守りいたします。頼もしき我が兵士たち。やあ、ロー様おめでとうさん。城下町の飲み仲間一同でパーッと祝いに来たぜ。これからも掘り出し物のムフフ本を仕入れたらすぐに教えてくださいね。うん、愛しき我がユーノアの民。おじいちゃん泣いてるの？もしかして嬉しくなかった？違うんじゃ。おじいちゃんは嬉しいんじゃよ。とっても嬉しいんじゃ。
てきたよ。ユグノアが滅ぼされることなく、エレノアもアウィンも我が孫も誰もが幸せそうに生きておる。この場所もここにいる皆もおそらく現実ではないのじゃろう。じゃがそうとは分かっていても。これおじいちゃんも。よかったね。なんと幸せで離れがたい光景じゃろう。おお、大丈夫か。これこれ、泣くでない。あの日、わしらは戦いに敗れ、世界は闇に覆われた。そして、一人目を覚ましたわしは、仲間たちの無事を祈りつつ、魔王と戦う力を得るべく旅に出た。そう、我が師である二魔大使に修行をつけてもらうために。ということは、ここは…どうしたの、おじいちゃん。すまんの。おじいちゃんには行くべきところ、やるべきことがまだ残っているようじゃ。おじいちゃん、どこかへ行っちゃうの。ああ、行かねばならぬ。もしかすると寂しい思いをさせてしまうかもしれぬ。でもお前さんは強い子じゃ。きっと元気でいておくれよ。分かったわ、王様。そこまでの決意ならもう止めはしない。でもどうして、理由を聞かせて。思い出したんじゃよ。今わしに必要なのは甘い夢の世界ではなく、魔王を倒すための強さだということを。だからわしは一刻も早くここを抜け出し、我が師匠二魔大使のもとで修行を受けなければならないのじゃ。せっかくあんたの好みに合わせてこんな姿まで撮ったっていうのに、どうやら余計な気遣いだったようだね。お？なんとその姿は、バニーちゃんが我が師匠ニーマ大使に。は？
ここは。ここはよるべなくさまよう哀れな魂が流れ着く場所、冥府へようこそ。久しいな、ロー。こんなところまで修行を受けに来るなんて、我が弟子ながら見上げた根性だね。大使様、幸せとは時に己の歩みを引き止める何より手強い枷となるもの。よくぞそれを断ち切った。あてよ、あの光景はやはり。そう、全部あたいが用意したものさ。しっかり乗り越えてくれて、まずは一安心といったところかね。おお、それではわしに修行をつけてくださるのですね。なに早とちりしてるんだ。あれだけで終わりってんじゃあんたも物足りないだろう。え？今のあんたに修行を受ける資格があるか、毎日の稽古をサボってなかったかは、懐かしのこれで確認させてもらうよ。それは太子様の殿下の宝刀、お尻叩き棒、しかも二刀流ですと。本気ですね、太子様。ならばわしも死力を尽くすまで。それじゃ始めようかね。よっしゃ。全力で来なきゃ怪我するよ。そんなもんかい？封じさせてもらうぞい！さあ、行くよ！なんじゃこれは。
ディバインスペル。それドルクマ。こいつは効くぞい。うひょ。さあ行くよ。さあかかってきな。目くらましじゃ。これは何だい。でや。ドルクマ。はっはっ。闇の力よ。あたいの本気見せてやるよ。さーて、まだまだ行くよ。ラリホーマン。ベホイム。くれるね。めくらましじゃ。これは何だい。きたれ。ラリホーマン。ドルクマ。やってくれるね。真の勝ちですな。どうやら稽古はサボってなかったようだね。けどあたいに言わせればまだまださ。そんな。しかし覚悟は見せてもらったよ。あの魔王に挑もうって気概があんたの拳からひしひしと伝わってきた。今のあんたなら奥義を習得できるかもしれないね。大様、では今度こそ。ああ、お望み通り修行をつけてやるよ。ただしあんたがこの冥府にいる間、あんたの肉体はどんどん消耗していく。だから本来何年もかかるような修行をごく短い時間で叩き込むことになるよ。地獄を見る準備はできてるかい？もちろんです。この牢、太子様とご一緒できるなら地獄の果てまでお供いたしますぞ。よし、いい返事だ。しかし太子様のバニー姿にはすっ
かり騙されましたな。あの完成度、まるで本物のピチピチ番人を見ているようでしたぞ。ま、あたいも若い頃はいろいろとね。それはどういう？そんなことより、ちゃっちゃと修行を始めるよ。まずは腕立て1万回からだ。1万回ですと？